こんにちは、鈴木浩です、毎週金曜日に収録しています、ウィークエンドニュースデモクラシータイムズの中の番組ウィークエンドニュースの今週の収録が今から始まります。大体1時間前後ということで、かなりその辺は大雑把な感じですので、今日は1時間をちょっと超えるかなという感じですが、よろしく最後まで付き合ってください。で、今日のゲストといいますか、コメンテーターの方たちをご紹介します。まず、小塚薫さん、日刊現代のニュース編集部長であります、小塚薫さんです。よろしくお願いします。今忙しいでしょう。たくさんいろんなニュースがもう毎日、そうですね、国会もなんか閉会中審査とかね、あと会堂とかなんかいろいろあったり、騒がしいですね、次が斉藤孝雄さん、ジャーナリストの斉藤孝雄さんです。最近またたくさん本出してますよね。あ、そうですね、数だけ、あれなかなか、国民のしつけ方でした。あ、はいはい、面白かったです。ありがとうございます。それからジャーナリストである正野敦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近は活動の主な、主眼はどこにあるんですか？そうですね、以前からそうなんですが、原発関係、エネルギー関係のことと、それから昔からずっとやっている、ダム関係ですね、公共事業関係をフォローしています。はい、今日は多分、最後の方になると思いますが、原発のことに関してたくさんお話ししていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、私たちがやっていますこのデモクラシータイムズというのは、現在のところ全く無料でですね、 YouTube というところでいろんな番組を今オンエアしています。すべて無料で見られるように、同人たちが頑張ってるわけですけども、簡単に言ってしまえばとても資金的には厳しい状態になります。それで、初っ端からなんなんですが、ぜひ私たちのサポーターになっていただきたいということで、ここにありますようにこういう、いろんな銀行をですね、口座を開きましたので、ぜひできたら私たちのサポーターとして、カンパをお願いしたいと、最初からそんなお願いから始まるのもなかなかなんですが、ということで、次に行きたいと思います。最初にですね、今週の、どんなことがあったかというニュースをですね、最初に皆さんにちょっと見ていただきたいんですが、これですね、ちょっとね、いろいろたくさんあって、なかなかどれが一番大事かということが決めきれないんで、たくさんここに書いてしまいましたけども、まず今週の8月5日からちょっとこう主なニュースをですね、ピックアップしてみたんですが、普天間の普天間所属のオスプレイがオーストラリア沖で墜落、3人死亡というのも非常に大きなニュースになりますね。これはやっぱりオスプレイの普天間の沖縄の米軍基地の問題とも直結しますね。で、次に江崎哲真防衛省が、これも何を言ってんだと思う、役所の原稿を朗読するだけですという。防衛大臣じゃないですね、沖縄北方担当大臣。ごめんなさい、これ間違いです。防衛大臣じゃないです、沖縄北方担当大臣ですね。で、沖縄担当大臣というのはこの前が、島尻さんで、その次が、鶴子さん、はいはい、もう土人発言、土人発言を肯定してしまった。島尻さんというのは北方担当でありながら、なんと歯舞を読めなかったという、そういう、だからもう沖縄に関して、なんか安倍政権が一生懸命沖縄のことをって言いますけど、真面目に考えてるとは僕はとても思えないっていうね、そういうことですね。それから都民ファーストの問題もあります。それから8月6日は広島72回目の原爆の日。で、いろいろありますけど、ちょっとね、おやと思ったのは、この8月6日に若狭勝衆議院議員が、これは新党って言ってないらしいですけど、日本ファースト、政治団体ですね、日本ファーストの設立を表明という、これも後で多分お話をしていただきたいと思います。で、普天間の飛行場のオスプレイがすぐに再開される。
ということもあります。それからまあ8月、まあ、この辺は毎日のようにテレビなんかでも新聞でも報道されてますけども、北朝鮮のとそれからまあアメリカのですね、トランプ大統領のチキンレースですね、どっちが先に踏みとどまるか、もうちょっとこれは笑い事じゃないような雰囲気になってきてますが、で、次もこの江崎沖縄担当省なんですが、ここで日米地位協定を見直さないと少しは見直さないといけないっていうのと、僕はこれなんかあんまりものを考えないで口走っちゃったんじゃないかっていうふうに思うんですけど、これ結構政府内では激震が走ったんですね。こんなことを言っちゃったんだけどどうすんだみたいな話ですね。それからちょっと後で僕が触れたいと思いますが、この灘中学校なんかで反日教科書だって言われてる教科書にものすごいいわゆるネット右翼の方から抗議が来てるという話ですね。それからまあ8月9日になりますと長崎の原爆の日ですね。でここではやっぱりこの被爆者団体代表が、ね、これは結構すごいインパクトのある話で、安倍首相に対してあなたはどこの総理ですかっていうふうに詰め寄ったと、本当にどこの総理なんですかねと思いますけど、というようなことがありますが、ちょっとここ危ないなと思うのは、その小野寺新しい防衛省がこの北朝鮮とアメリカのこのねやり取りに関して、存立危機事態というのを、まあ、これがいわゆる安保法制の中の目玉の一つだったんですけど、ここがいよいよ出てきてしまったという感じがありますね。まあこういうところが今週の主なニュースだったんですけども、小塚さん、この中で一番気になるところっていうのはどういうことですかね。私はですね、まあ関連なんですけど、この、はい、国家戦略特区の、まあ、賭け問題ですね、はいはい、で賭け問題で資料がない、記憶がないばっかりなんですけれども、はい、この加計学園の幹部がワーキンググループの会議に出ていたにもかかわらず、うん、はいはい、結局その出ていたことは認めたんだけれども、まあ、政府側はですね、うん、ただそれがなんか説明補助者という、うん、非公式な存在だったので議事録に書きませんでしたみたいな話になってるじゃないですか、うん、だからもう全てがこの政権っていうのはこういう風にして逃げるというか、うん、でまあ、これにちょっと関連して私は今週ちょっと面白いなと思ったのが、ここにはちょっと載ってはないんですけども、はい、まあ、今の関連で、はい、菅官房長官の会見で、うんうん、菅さんが2012年の著書で、うん、全ての記録を残すべきであり、その基本的資料である議事録がないのは国民への配信行為だというふうに自分の本に書いていたということが分かってですね、これ2012年ということはつまり野党の時ですよね、うん、なんか結局自民党のやってることって野党の時にはまあかっこいいこと言ってたわけですよ。で実際に政権取ってみたらどうなったかって言ったらもうこの通りですよね、うん、いやだから、まあ、そのこういうことを野党の時まあ言っていたにもかかわらず、まあ、今こんな状態になっているっていうところは、まあ、これ自民党の体質かなっていうね、うんうん、TPP もそうですよ ね、 そうですね、 TPP 絶対反対って言って野党の時は言っていて当選政権取ったら全部コロッと変わるっていう、うん、まあ、だからそういうところからして、まあ、ある種有権者はよくよくこの政党の体質を見た方がいいと思います。いやでも自分で書いた本の中身を問われて、それ誰の本って聞かれたら、ね、いやだから多分自分で書いてないかなかもしれないですけど、うん、誰の本って聞かれたら知りませんっつっちゃったんだよね、うんうん、そう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 、誰か知りませんって言ったんですよ、うん、ゲラのチェックもしてないよね。っていうかやっぱり多分ゴーストライターだろうと思います、ね、うん、ただこれタイトルはね、政治家の覚悟っていうタイトルなんですよ、うん、全然覚悟はないんだ。だからそこまでやっぱり政治家としてそういう言葉をやっぱりもう書き残している以上はその通りやっていただきたいなと本当思いますよね、うん、まあ、僕なんかはずっとその、出版の仕事やってきたわけで、本もたくさん作りましたけれども、はい、まあ普通はね、いくらゴーストライターに書いてもらったとしても著者校っていうのはありますから、著者が一生懸命自分もこれでいいのかっていうね、自分が喋ったことに対してこれでいいのかっていうことをチェックするのが当たり前なんですよね、はい、でそれを誰が書いたか知らなかったっていうんじゃもう本当にひどい話だと思いますね。斉藤さんはどうですか。そうですね、まあこの中だとその長崎の市長が言ってた核兵器禁止条約不参加ですね、
まあ、いつも毎度のことではあるけども、ね、はい、原爆の、ね、容認というのは、うん、たまたま最近クラスター爆弾の取材をしまして、ね、うん、で今年になってからなんだっけ GPF なんだっけ年金の運用機関、はいはい、GPIF、うん、であそこが要するにそれの会社クラスター爆弾メーカーに、うん、で運用してたと、はい、でその後今度は、4つの銀行が銀行とかノンバンクがやはり融資したりしてたんですよね。でそれも結局そのクラスター爆弾は禁止条約があるんだけどそれに参加している国の中では日本が一番多い金額もその銀行の数もだこれってやっぱりこう日本はその被爆国だからとかなんとか言うんだけども誰よりも協力してますよね、うんうん、原爆にしてもね。だからこの長崎の被爆者団体の方がね、うん、あなたはどこの総理かっていうのはもう全く本当に魂の叫びであって、うん、それさえもまともに答えない総理大臣っていうのは本当に我々は不幸だと思いますよ、うん、そうですね。しかもその時に彼が述べた、まあ、挨拶文ですか、うん、それが広島と長崎でほとんどコピペだったっていうのがまた毎年そうですね、そういうのね、うん、出てきますよね。よく恥ずかしくなくそもそも行けるもんだと思う、うん、まあ沖縄のねこの前僕も行ったんですけど、うん、太田元知事のね、うん、はい、あれにも、葬儀にも葬儀っていうか県民葬ですよね、うん、県民葬にも来てましたけどね、うん、あそれでももうほとんどこれなんですけどこういう県民葬があったんですけどここへギリギリに入ってきてでもう弔辞を読んだら、うん、その弔辞に対してやっぱり女性からですね、うん、太田さんの意思はその基地を作らないことなんですよ、はいはい、ってそれをもうちょっと考えてください、うん、っていうふうな、まあ、叫びが飛んだんですけど、うん、やっぱ全く無視してすぐ帰っちゃいましたよね、うん、そうですね。だからこういうのが続くとっていうかずっと思ってたけど要するにこう何を言おうが要するに俺はお前らをバカにしてんだよとそうそうそうお前らなんかただの駒だよと言うためにやってるとしか思えないですね、うん、だって正野さんはさっきの、あれではどういうところに興味がありますか。そうですね、ちょうど8月9日のところに出ている、うん、エネルギー基本計画の、まあ、3年目の見直しということで、うんうん分科会が行われたんですが、はいはい、まあそのエネルギー基本計画自体が、まあ、原発ありきのものだなっていうのを、うんまあ、感じましたね、はい、っていうのは、再生可能エネルギーを増やしましょうっていうことが、まあ、書かれているわけですけれどもじゃあその何が今増えてなくて問題かっていうと、うん、例えば森林の伐採で出てくるものを利用したバイオマスエネルギーとかはほとんどもうこの3年間増えていないんですね。でそうするとじゃあなぜなのかとかどうやったらそこを克服して増やせるのかっていうのは例えば森林林業に携わっている人がメンバーとして加わってもおかしくない場なんですねこの分科会っていうのは。ところが3年前とそれからその2年前2015年にですねエネルギーミックスという、まあ、長期需給の見通しというのを作ったんですが、うん、その場と全くそのほとんど全くですね、メンバーが変わっていなくて、うんまあ、産業界の人経営者がほとんどで、うんそうですね唯一、まあ、消費者生活の、うんまあ、アドバイザーの協会のメンバーがですね一、うん、人、まあどちらかというと反原発の立場の国民を代表するような意見を言っただけなんですね。で一方で推進派と思われる人からもその意見は的確な意見が出ていてそれは何かというと、現実問題としてその2030年にどれぐらいエネルギーを、まあ、分割どのような構成でやっていくかっていう中でまあ、20から 22% っていうのが原発比率だと、うん、でも今現在実際に 2% だと、うん、このままではダメではないかということで本当にこの計画を守るんであれば、うん原発新設しないといけないわけだしとでそういう裏を返せば
もう無理だったらその、構成比率を変えなきゃいけないっていう話なんですよね、うん、でも大臣が冒頭に挨拶の代わりに言ったのは大枠は変えませんということで、うんうん、まあ、本当に原発ありきの議論が、ね、行われるんじゃないかなというふうに思いました、はい、うん、まあ、本当にいろんな形でですね、まあ、ニュースが流れてくるんですけれども、本当になんかいいニュースっていうかね、明るいニュースっていうのはあんまりないですよね。ちょっとあれと思ったのは、高校野球はね、いつも今頃始まって、うん、まあ、爽やかな若者たちの戦いみたいなあれなんですけど、うん、いや面白いっちゃいけないんですけど、見てたら一人 のプラカードを持ってる女性と先導してくる女性とがいるじゃないですか、開会式の時、開会式にあの中で一人倒れちゃったんですね。え、本当、うん、熱中症、多分熱中症、挨拶長いから、うん、まあその辺はよく分かりませんけど、ね、バターンって倒れた。要するに暑いところで長時間ああやって立ったりなんだりしてたら倒れるのは当たり前、うん、当たり前じゃなんですけどね、うん、そういう人が出るのは当然だろうと僕は思いますね、うん、でそれを考えてたら東京オリンピックって一体何だろうって僕は思ったんですよね、うんうん、まあ、何人か死ぬでしょうね、うん、死ぬっていうか、まあね、でまあそのアスリートっていうか競技者だけじゃなくて、うん、観客だって例えば見ててぶっ倒れるかもしれないし、うん、みたいな、なんでそんな真夏のねギラギラのところでやるんだって話なんだけど、まあそれはねいろいろな理由があるんだと思いますけど、はい、それでちょっとね僕は一つだけ言っておきたいんですけども、ここに教科書、これですね、うん、灘中学などに反日教科書で使用講義っていうのがありますけども、実はそれどういう教科書かちょっとね調べてみたんですよ。でこういう教科書ですね。でこれは学び者っていうところから出てる教科書なんですが、これをですね一応火をつけたのは実はやっぱり同じなんですけど、産経新聞なんですね。で産経新聞は、中学校の歴史教科書のうち唯一慰安婦に関する記述を含むもう反日教科書であるというような形で産経がかなりでかくこれを報じた、うん、でそれに対してわーっという形で、あれが来たんですね。つまり抗議が来た、うん、でも抗議っていうのは、ね、何かっていうとそういうものをやってるっていうことをねきっちり読んだ上の抗議とはとても思えないですね。これの中で要するにじゃあこの中にあれがあるかと、慰安婦という言葉があるのかって、うん、一生懸命探してみたんですけどないんですよね。つまりこれは女性たちが韓国や 中国から、自分の意思に反して日本軍に、一緒に、連れ回されたという記述がちょっとだけあるだけで、慰安婦の問題なんて書いてないんですよ実は。ただ全体的に確かに現代史、近現代史を非常にたくさんやってますね、うん、だからそういう意味では日本がなんで戦争したかとか、うん、日本のその立場どうだったのかみたいなことはかなり書いてあるんです。奈良中の先生があのあれですね、論文というか出されてるじゃないですか、校長さんがね、そう、校長先生、あ、そうですね、校長先生が、でそれ読むと結局そのこの本を使ってるのはそういう灘中とかあとその中高一貫校とか、うん、割と、まあ、レベルの高いところが使ってるらしいんですけど、うん、でなんでかっていうとその結局詰め込みの記憶だけのそのなんていうかな暗記教育じゃなくて、うん、そのじっくり読める教科書っていうのがこれだそうなんですよ、うん、だからその中高一貫校とか時間かけて近現代史とかやれるところは、まあ、こういう本を選んでるっていう、うんうん、だからなんかそのそういう意味でこの本をうちの学校を選んでるんですみたいなことはまあ書いてましたよね、うん、さっきのちょっとあれしましたけどこう書いてありますね。一方朝鮮台湾の若い女性の中には戦地に送られた人たちがいた。この女性たちは日本軍とともに移動させられ自分の意思で行動することはできなかった、うん、これだけなんです書いてあるの。何させられたというのも書いてあるよね。だけどこれは反日教科書であるっていうんで必要に抗議が来て結構ねめんどくさいんですよね。同じ文体の同じなんていうのハガキ、つまり印刷したハガキが
ドーッと来るということはもうこれは組織的なそういうあれがあるだろうというふうに思いますね。でまあそういうことも非常にあの何て言うかな、自由があの私たちの世界が社会から失われつつある、うん、あのなんていうか証拠じゃないかっていうふうに、うん、非常に僕はこれ嫌な感じがして、いやですね、産経も昔はこんなじゃなかったんですけどねそっか、あのあれですね、産経系でしたっけ、日本工業新聞ですから、斉藤さん、ね、産経グループなんですけどね、うん、まあ、保守には違いなかったけどその分自由だったし、うん、はい、ちょっとね前置きが長くなりましたけど、じゃあテーマ、今日のテーマというか議論の中に入っていきたいと思います。まず最初に改造後の内閣支持率と日本ファーストをどう見るか、まあ、さっきのニュースでも日本ファーストの話が出てきましたけど、ちょっとね内閣支持率調査っていうのちょっとねあの出揃ったので、結構調べてみたんです。そしたらこういう結果ですね。だいたい支持が35から、まあ、一番高いのが44ってありますが、あとは全部これ 30% 台ですね。でだいたいちょっと増えても、9%、まあ、8.6 とか増えたのがだいたいです。だけどほとんど不支持の方が上回っていると。共同通信のみあの支持の方が若干ですが、不支持を上回ったということがありますね。で一つだけ違うのは JNN、これ TBS 系なんですけども、ガターンと支持が減って、で不支持が 59% っていう非常に高い数字を出してますね。で増減、ほか全部あの、これは全てがあの内閣改造後に調べた数字なんですけども、ここだけは下がってる。で不支持が上がっていると。これちょっと普通他の会社の、調査よりも逆に出てるんですけど、これなぜかというと JNN の調査はちょっと間が置かれてるんですよ。で一番あの下がった時にやってないということで、うん、だからここだけはちょっと違うっていうことなんですが、これだけのそのやっぱり、まあ言ってみれば改造、内閣改造にほとんどマスメディアが大騒ぎして、もう毎日のようにどうなるどうなるってやってましたよね。で、あんだけやって、とにかく野田聖子さんと、河野太郎さんが目玉だって大騒ぎして、あれだけやっても僕はこれだけしか動いてないってことは、やっぱりもう無理なんじゃないかと、安倍首相に対する。でこの辺どう見ますか。いやもうあの安倍首相に対する不信感はやっぱり払拭できないっていうことだと思いますね。うんうん、それであの不支持の中 の, あの理由ですよね、はいはい、まあ、いろんなあの各社いろんな聞き方してるのであれですけど、うんうん、でもやっぱりその NHK もそうでしたし読売新聞なんかもそうだったんですけど、あの首相が信頼できない、人柄が信頼できないっていうのがやっぱりトップになっていると、うんうん、でその数値はあのもちろん不支持がちょっと下がっているのでその凝縮されているのかなとは思うんですが、うん、あのそのそれを選んでるのは上がってるんですよね。首相があの首相が信頼できない、うん、あの人柄が信頼できないっていうパーセンテージは不支持の中の、理由として選ぶパーセンテージは上がってるんですよ、増えてるんですよ。だから結局その安倍さんっていう人に対しての信頼度っていうのは全く内閣改造しても変わっていないし、あの逆に多分今回のこのあのですね賭けの、先ほどのねあの家計学園がそのワーキンググループの会合に出ていたのにそれについてはっきり言わないとか、あとは実際にその秘書官がね、首相秘書官が1年9ヶ月も前にですね、あのまあ総理が言ってるね、総理が知ったっていうよりも1年9ヶ月も前にあの官邸をね訪問していたにもかかわらず、それについてもあのあったっていうことを明確に言わないと。であと昨日あった閉会中審査、あのはい、外交防衛問題ですよね、はいはいはい、あれについてもやっぱりあの稲田さんは出てこない、うん、それから、まあ、全てあのあの全て捨ててしまったというかですね、あの要するに防衛観察が全てですから、うん、それを、うん、まあ、見てくださいというようなですね、だったらこの委員会開く必要あったのかなというような形になってますよね。だから、まああいう状態が続いている以上は
あのやっぱり安倍さんの信頼っていうのは戻らないだろうなっていう気がしますね、うん、まだこの今のその改造内閣改造の人たちの中で、今度閣僚になった人たちの中でかなり怪しいと言われてる、怪しいって変な言い方ですけど、うん、危ないんじゃないかと言われてる人が結構いそうですねまだ、うん、あそうですね、うん、そのいわゆる身体検査っていう身体検査っていう意味で言うと、まあ、これからあれですよね、とりあえず先ほどのね、あの、うん、江崎さんは今後、ね、国会答弁どうなるんだろうというところは相当怪しいですよね、うん、あとはなんかあの、なんだっけ、ガソリン代を、ね、大量に使ってた鈴木さんっていう、ね、オリンピック担当大臣とかですね、はい、まあその一応ね、その今回の改造でその安定感っていう意味では、うん、経験者をたくさん選んでとかね、まあ、ね、そういう形には、まあ、安倍さんやってますけれども、うん、一方で派閥にも気を使っているので、うんうん、まあ、江崎さんなんかまさにそうですよ ね、 すね、二階さんに気を使って入れてる人なので、うん、まあ、そういうところからちょっとボロが出てくる可能性はありますよ、ね、うん、どうですか斉藤さん、これは。まあその信頼は取り戻せないとは思いつつ、うん、だけどこれ上がったっていうことが僕には驚きでしたね、支持率が。あんな内閣改造したからっつって、ちょっとまあメディアの責任もちろん大きいけど、ちょっとどうかしてんじゃないかと思いますね。だって人柄が信用できないって言われちゃったら、もうはっきりとおしまいでしょ、うん、普通は ね、だからまあ不支持の人がそう言うわけだけど、うん、それで支持率がこんな4割もあるっていうのは、これ自体やっぱり異常だと思いますよ、うん。まあ、でも僕は逆にさっきも言いましたけど、あんだけメディアが大騒ぎしたにもかかわらずこんだけかよって、僕はそういう感じしてます。まあね、それはそうなんだけど、でもメディアはというか特にテレビはね、何するか分かんないですから、これからもう全てそういういろんな問題なかったことにすることも可能じゃないですか、あの我々がちゃんとチェックしてなければ。正野さんはどう思われますかね、こういうあの、そうですね、まあ、お祝儀でこう増加したとしても、うん、まあ、下がっていく要素ばっかりではないかなというのを、うん、昨日の閉会中審査で感じました、うん。まあ、あの例えばさっきのね、あのオスプレイの問題とか、しかもそれオスプレイなんか あっという間に、防衛省がもう、うん、あの容認するということを昨日、あ今朝か言っちゃいましたよね、うん、だからもうそういう意味では沖縄なんか完全に見捨てられてるし、うん、沖縄 の、 その普天間基地から今朝なんか4機だそうですけども、うん、スプレーが飛び立って、うん、でその三沢へ行ったんじゃないかと、青森県の三沢基地行ったんじゃないかと言われてるけど、大体よく考えたら行ったんじゃないかって言い方がおかしいでしょ、うん、大体日本の空を飛んでてどこ行くのかわからないって、そんなバカな話ないわけ で、うん、でそういうことも考えれば、あのこれに関しても全くそのなんていうの、支持率が上がる要素ではないし、ないですね。でこれに関して言えばもう、あの江崎、さっきも出ましたけど江崎哲馬っていう、あの江崎真澄さんの息子さんらしいですね。そうですね、うん、あの人が あれを見直さなきゃいけないと、日米地位協定を見直さなければいけないなんて口走ったもんで、まあ大騒ぎになってますけど、すぐそれはこうひっくり返ったと、うん、でこれもまあすごいひどい話だと。それからさっき言った加計学園の話、それから稲田防衛省が、全防衛省がもう逃げまくるというような話あれば、これどれ取り上げても、伸びるっていうか、支持率がこれから上がっていく要素にはならないですよね。しかも僕ね、一番すごかったのはやっぱりあの被爆者団体の代表に、はいはい、あなたはどこの、一体どこの総理ですかって詰め寄られた、あれはあの最初ほとんど出なかったんですよね。最初あのネットで流れて、あれテレビじゃやんないのかなと思ってたら、さすがにテレビもやり始めたんで、これは結構あの安倍首相にとっては大きな、うん、あのダメージになるんじゃないかと僕は思ってますけどね、うん、大体自分たちの国民に、あなたどこの国の総理ですかって詰め寄られる首相なんて前代未聞でしょうね、さすがになかなか言わないですからね、うん、いくら頭にしても普通は、相当頭にしても本当に管理袋の大きい入れたんでしょうね、うん、
でまあそういうことであれなんですけど、ところでそのじゃあこれから一体どうなるかって話になりますけども、昨日どっちだったかな、あの、若狭勝議員が、日本ファーストというその、はい、まあこれは政治団体名ですか、まだ政党名とは言ってない政治団体を立ち上げるということを一応記者会見で表明したと。でこれは僕はもうネーミングからしてめちゃくちゃだと思いますけど、斉藤さんこれすごい あれファシストって感じしません？まあまさにね、もうそのヨーロッパなんかでオーストリアファーストとかね、みんなその極右団体がつけてる名前と一緒ですから、まあ、もともと小池百合子さんはそっちの人ですけども、うん、一応そうでもないような感じで振る舞ってきたじゃないですか。だけどまあ都議選あたりというか、まあ、結局その自民党の別動隊でしかないということがこれでよく分かりましたね、うん、結局日本ファーストというのは小池新党ということふうに考えていいんですか？難しいとこなんですけどね。いや小池さんと若狭さんは間違いなくつながってるでしょうし、うん、その若狭さん、小池さんがはっきりね、小池さんって結局その国政進出するんですかっていうことに対してとっても曖昧にしてるんですよね、うん、で私は知事ですから、そんなもう一度国政に戻るなんていうのは酷じゃないですかって言ったりとかですね、言ってるんですけども、ただ曖昧にしてるっていうのはやっぱり世の中の期待感っていうのをね、こう盛り上げようという、うん、そういう狙いもあると思うんですよ。ただ唯一言ってるのは、私は若狭さんを応援しますみたいな言い方をしてるんですよね。だからそういう意味では若狭さんがやることには応援すると思うので、今後はだからまあこの、若狭さんが作る新党がイコール小池新党に、まあ、なっていく可能性っていうのはまあ高いのかなというふうに思いますけどね。ただそのよくね見えないのが、じゃあ誰がやるのかとかですね、まあ、細野さんとなんか若狭さんが、うん、早々に会って話をするらしいんですけど、結局そのあれですよね、要するに都議選での都民ファーストが取った、うんうん、200万票近く取ってるんですけどね、東京で、まあ、そういうその反自民の受け皿みたいなものを、うん、まあ、みんな狙っていくというか、それも次の選挙でしょうね、狙いですから、はい、なんかある種そのなんて言うんでしょうね、なんか先が見えちゃってるっていうか、その、うん、なんて言うんでしょうね、打算的なものがね、うん、見える部分もあるわけじゃないですか。だから、まあ、その辺がねどういうふうになっていくかなっていうのは思うんですが、だから小池さんもなんかあの人結局とってもなんて言うかな、悪く言えば調子がなんていうかずるいし、よく言えばうまいというかですね、うん、だから若狭さんがこううまくやってて、それが結局そのどのタイミングでまず解散があるかっていう時に、うん、その政党に対しての期待感がどれぐらいあるかということも関係しますよね。だからもうとってもその期待感が高くて、いい感じになっていれば、もう下手したら小池さんが共同代表みたいな形について、その日本維新の会が一番最初に石原慎太郎さん と橋本さんで共同代表になって、石原さんは国政で、橋本さんは大阪、あの時は府知事でしたっけ、うん、だと思うんですけど、ああいう形で政党を作りましたよね。ああいう形まで参加する可能性っていうのもあるでしょうし、うん、そうでもない空気でしたら、いや国政は若狭さんに任せますとか言って、うん、まあ、選挙の応援だけ行くぐらいにしとくとかですね、いろんなねオプションは多分小池さんにはいっぱいあるわけですよ、うんうん、っていう状態で行くんじゃないかなっていうふうにも思いますね、うん、でもなんか小池さんって最初は情報公開とかね、はい、そういうことを非常に歌って、うん、まあ、大勝利したわけですけど、もう例えばその、都民ファーストの会のアンケートをその新聞社が頼んだら、うん、もう55人中何か答えたのがたった3人、ああで52人は無回答と、つまりもう回答しちゃいけないっていうふうに上から言われてるんですかね。多分なんていうかな、統率を図ってる感じはありますね、うん、要するにいや多分やってる
都民ファーストの代表の人が野田さんがね、うん、なんかどこかのインタビューで答えてましたけど、要するに株式会社だったら広報が民間企業だったら広報がまとめて対応するのは当たり前だって言い方してましたけど、まあ、要するに勝手にこの50人喋らせたら、まあ、要するにまだ議員なりたてっていうか議員のそのいろはも分かってないような人が多いので、下手したら杉村太蔵君みたいなねああいう発言しちゃう人が出てくるんじゃないかっていうのを相当恐れてるところはあるんだと思うんですよね。だけど一方でやっぱりその選ばれたねもう人ですから、それなりになんていうか独立した形でね、うん、政治家としてね振る舞っていただかないと、だって自分それはそれでおかしいということもありますよ ね自分の意見がない議員なんて考えられないじゃないですか、うん、企業と一緒にするっていう発想自体が異常ですね、うん、だから民間企業と政党が同じだっていうのは何を言ってんだと思いますよね、うん、いやだからまあ逆に言うと早く教育してそれぞれ独り立ちしてどんな取材が来ようが喋れるようにまずするのが典型であってね、その取材をシャットアウトするのはやってることは逆じゃないかなと思いますよね、うん、なんかそういうところが、たくさん その人を集めて大きな政党になっていくっていうのはちょっとやっぱり僕はなんかそのウェールポピュリズムの怖さって非常に感じるんですよね。正野さんどうですかその辺は。そうですね、小塚さんに言われたみたいにやっぱり受け皿となろうとそれを狙っていることは明らかですよね、うん、でも今その話に出たように都民ファーストがじゃあ受け皿になりましたと、大軍団になったと、うん、でもそのこのアンケートの内容を見てみたら憲法改正に賛成反対かっていう基本中の基本なんですよね、うん、それすら自分で答えようという意欲すらないっていうことは、まあ、要するにまあ言っちゃ悪いけど空っぽですよね中身として、うん、そうすると例えば国政で受け皿になろうということで日本ファーストなりなんなりっていうのが出てきたとしても、やっぱりそれは受け皿狙いの人たちがバーッと来るだけで、うん、中身空っぽだったり右往の衆だったりするんじゃないのかなっていうことを思いました、うん、まあ噂されてるのはね、例えばその、まあ、細野さんが最近脱党っていうんですか、して、まあ、一緒になるんじゃないかと言われてますけど、他にあれですよね、松沢さん、あと、長島さん、渡辺芳美さん、渡辺芳美ね、ですよね、はい、あとはだから若狭さんと、うん、細野さんということで5人と、要するに5人じゃないと、とりあえず、うん、政党要件満たさないんで、うん、その5人っていうふうに言われてますけど、なんかそれも、はぐれクラス5人が一緒になるだけみたいな感じではあるんですよね。正直その5人って、やめてほしいですよね、一人一人。でもそういう形で、もしね、そういう人たちが中心になって政党を作って、それが国民に受けますかね。いやだからそれはもう一も二も小池さんがどれぐらい関わるかっていうことで、うん、今のところ、うん、だからだんだんね、小池さんってちょっと違うんじゃないのっていうふうになってくればまた別だと思うんですけど、うん、とりあえずは都議選までの段階ではまあね、うん、っていうことですよ。さっきちょっと話したけど、あ、正野さんでしたっけ、なんか小池さんが私は AI だとか言ったとか言わないとか、あ、そうですね、ネットですごく回ってますよね記者会見で、うん、昨日だから木曜日、毎日定例の記者会見が金曜日だけれども、祝日だからってことで多分前日にやったんだと思うんですけど、そこで あれですよね、情報公開が、うん、なされてないんじゃないかっていう質問を、した記者がいて、まあ、それは何の話かっていうと、豊洲にね決める時 の、うんうん、決定過程の、資料を請求、情報公開請求したら出てこなかったと、うんうん、でそれはないっていうことだったんで、それは情報公開のね小池さんっていう今までの態度とはちょっと違うんじゃないですかって聞かれたら、うん、決定過程はAI ですって言ったんですよね。人工知能って言ったのかな、人工知能って言ってみんなはぁみたいな感じになったら、私の頭の中です、だから小池さんが政治決断をしたって言いたいんですけど、うん、なんかすごいね、独裁宣言ですよね、うん、っていうかもうか完全な勘違いのレベルになってるなっていうのはなんか思いますよね、うん、将棋とかね、囲碁で AI っていうのは分かるけど、うん、政治で AI やられちゃったらどうなるんですか。全部勝手に決めるってことですからね、うん、まあ、そういうことで、とにかくこの、ね、内閣改造から、まあ、動き出した、まあ、日本の政治状況ではあるんですけど、じゃあ受け皿になるのはどうかって言ったら、その
いや、一応民進党だったわけだけど、もう民進党がめちゃくちゃでしょ、うん、で、まあ、今度はその民進党のあれ、代表選挙が9月ですか、うん、9月1日ですね、あるんでしょうけど、まあ、一応の、枝野さんとそれから前原さんが、うん、とりあえず立候補2人と、最初玉木さん、玉木雄一郎さんが出るっていう話もあったんですけど、それはやっぱりやめたみたいですね、うん、なんか前原さんがつくっていうことですね、うん、多分この2人も戦いになるだろうなという、うんうん、まあ、一応ややリベラル派、うん、それからまあどっちかというと保守系というその分け方でいいんですか。うん、まあそうなんですけどね、私はなんかあの結構この2人を対立軸で見すぎるのは、うん、どうかなって実は私はちょっと思っていて、結果的にそれは要するに民進党としての対立軸としては VS 自民党でなければいけないと思うんですよね。でこの2人が言ってる話って、確かに枝野さんの方がリベラル系ではあるんですよ。でもっと言うと前原さんがガチガチのタカ派だと世の中が思っているし、実際安全保障政策で見るとあのそういうなんていうかな考え方っていうのは残っているなとは思うんですけど、あの社会保障政策はかなり変わったんですよね。かなり変わったっていうか、もともとそうだったっていうふうな、まあ、言い方もしてもいいのか分かんないですけど、うん、今あの慶応大学の先生と一緒にあの分配政策を考えてて、うん、そのどっちかというと社会民主主義的な考え方で、分配政策っていうのを改めて考え直そうっていうことを打ち出しているので、うん、あの一概に例えばその政策的にこの2人にものすごくあの違いがあるかというと、うん、その安全保障政策のスタンスで少し前原さんの方がやっぱりちょっとあのなんていうかな高派的かなと思うんですけど、うん、あのそうでもないんじゃないかなと実はちょっと思うところもあって、うん、なんていうかこの2人の対決っていう構図で見ると結局あのどっちがいいどっちが悪いみたいな話になってしまうので、うん、まあその民進党自体のねあの支持率とか民進党自体に期待が持てるかどうかっていうのはちょっとかなりねあの寒いところはあるんですがあのそう対決の構図で見ないで、まあ、ある種、まあ、どっちが代表としてっていうかどっちが安倍政権と対峙できる人なのかっていう、うんうん見方をした方がいいんじゃないかなと、ね、ちょっとね前向きなことを言うと思ってるんですけどね。まあどちらがなってもっていう気が僕はしますけど、うんうん、でもうーん例えば原発一つ取ってみてもかなりやっぱり前原さん自体も原発容認から若干こう、廃絶の方へっていう、うん、なんか向けてきてるような感じしますね。そうですね。あとはだから結局あのあれですよね、支援団体の問題ですよね。連合が連合との兼ね合いで今、まあ、あのグループ分けで言うと確かにあの枝野さんの方にあの旧社民党系とかあとリベラル系の人がとかで原発ゼロに近い人たちは枝野さんの方についていて、あとはその保守系の人っていうそのなんていうかあと維新から来た松野さんのグループとかあとそれから民社党系の人ですかね、とかは、前原さんの方についてるので、そうするとその、まあ、民社党系とかねやっぱり連合系が前原さんについてるというふうに考えると、うん、その辺を、まあ、曖昧なして言い方をちょっとしてるかなという感じはしますね。でも意外と細野さんにくっついて脱党する離党する人がいないですね。いないですね。いないですね。もっと僕ボロボロって出てくるかなと思います。かなり細野さんについてはものすごい信頼失墜してるんですよね、この1年の間ぐらいで。結局その、まあ、かっこいいことを言ったんだけれども、その蓮舫さんの、うん、まずその去年の代表選の時に前原さんに近いはずだったのに蓮舫さんについたんですよね。で蓮舫さんについたので、代表代行という役職になったじゃないですか。で代表代行だったんだけど、その思ったほど蓮舫さんが世間の支持を集められず民進党の支持率も上がらないってなったら、今年の4月に代表代行を辞めましたよね。そうですね。であの時はあのなぜ辞めるかっていうご本人のねあの言い方は、あの憲法についてその党としてねその消極的であると、うん、もう憲法議論をもっと進めるべきであると、で、まあ、あの論文も発表してね
だから私は辞めるって言ったんだけど、実は裏であの 静岡県知事選に出る話が進んでいて、うん、で静岡県知事選も民進党の推薦とかではなく、あの与野党相乗りの自民党の推薦も含めた形で、その川勝さんに代わって出ようというかね、うん、まあ、そういうこともやってたんですよね。だからもうそういうなんかやってることがね、全部党内ではもう見えてしまって、うん、それで同じあの、まあ、細野さんが立ち上げた、まあ、派閥だったんですけど、自政会自体も、まあ、そこの人たちがちょっともう冷めてしまったというか、ついていかない、もうそれがもう大きいと思いますね、その今回ついていかない理由っていうのは。でやっぱり今回そのついていかない人たちの言ってるのは、なんでこのタイミングなのかっていうところなんですよね、うん、これから代表選があって、そのまあ、代表選があって、それから民進党がどういう方向性に進むかっていうことをもうちょっと見てからでもいいんじゃないかっていう人たちは多くて、で実際にその離党予備軍っていうのはもっとたくさんいるはいると思うんですよ、民進党内には。ただその細野さんのやってる行動にこうなぜ今なのか、このタイミングなのか、もう小池さんありきじゃないかとか、そういうものがあまりにも見えてしまうんで、今すぐにはついていかないという状態なんだと思います。なんかね、ある種のそのなんともイケメンだし、ある種のそういう新しい風みたいなことを最初はね感じてたんですけど、なんかだんだんその旧態依然の政治家っていうか、そういう感じだなっていうふうに見えてきちゃったんですね。まあそういう意味では民進党がこの後どうなるのかっていうね、うん、しっかりしてもらわないと、その維新だとかね、あのその日本ファーストが受け皿になってしまうと、これ実質的にはあんまり受け皿じゃないないですよ、ですね、結局結果的に自民党がまた政権を持ち続けるって状態になるだけです、ね、ただ単にあまりにも圧倒多数、多数だと見え見えなのをなんか分散しただけみたいな、うん、そうだと思います。本当に若干後ろ向きなことを言えば、うん、やっぱり政権取って失敗したわけですよね。その総括がなんかなされてないっていうのが私はずっと気になっていて、前原さんにしてみれば、例えば公共事業改革失敗したわけだから、うん、なぜ失敗したのかっていうのはやっぱり明らかにあの説明をしてほしいと、うん、で枝野さんはやはり原発事故の時に直ちに影響ありませんと言い続けてしまったっていう印象が私にはとっても強くて、うん、そこもですね、じゃあ直ちにはなかったが今はどうなのかっていうことを見てほしいなとかですねあのまあ そのね、そういった意見を持つ人は私だけではないのではないかっていうふうには感じています、うんうん、でもやっぱりこの2人だとなんか、まあ、その印象がね、なかなか変わらないですよね、うん、あの前の、失敗した民主党政権っていうイメージはね、うん、まあ、それもあると思います。基本的にはやっぱり僕は野党連合っていうのはね、どうしても選挙の場合は必要になってくるだと思うので、ね、それをちゃんとその推し進められるかどうかっていうのは、うん、その民進党がこれから生き残れるかどうかってことも、ね、あのなんていうの、あの一つのね分水嶺になると思うんですけどね。はい、じゃあ次ちょっと行きましょうかねこれなんですよね、北朝鮮とアメリカのもうほとんどチキンレースで、どっちが強いかでもどっちが強いかって言ったってそんなのは一目瞭然なんですけど、もうなんかどうすんですかねこれでやっぱりね、これあの田岡さんが田岡俊二さんですね、まあ、私たちの、まあ、仲間ですけども、田岡俊二さんが、今日発売の、 あの日刊現代で、はい、あの普段祝日はお休みなんですけど、あの競馬があるので今週も それで金曜日なのであの特別号として出してるんですけど、うん、そちらの方で田岡さんがあのこの今回の、はい、問題について、今回の問題についてあの書いていただいて寄稿していただいたんですね。それで、まあ、そのここに見出し取ってますけど、戦争は現地で起きる、死ぬのは奴らだと公言って、結局そのトランプのこの発言ですけどね、要するにアメリカじゃないんだからいいんだみたいな発言ですよね。だからこんなのをそのまま放置してアメリカと一緒のね、あの共同歩調を取ってたら、あの日本どうなるかっていうのはこう想像できますよね、うんうん、ですから、まあ、トランプと完全に一致では危ないということを、まあ、お書きになってるんですけども、まああのはい、これ今日の、ね、新聞でもあるんですけど、今日 の、 あの日刊現代デジタルっていうオンラインの方でも、はいはい、あのこの記事今アップされてますので、うん、あのよかったら読んでいただいて、これはね僕も読みましたけど、あの非常に分かりやすくてその通りだなと思うんですけど、うん、だから、まあ、あの今お話に言ったようにあのデジタルで読めるということですので、ぜひ
無料ですよ、ね、あデジタル本当はね新聞を買っていただきたいなと思うんですけども、はい、あのデジタルの方は今無料で読めるようになってますね。ぜひ読んでみてください。やっぱりあのなんていうかな、もうこのなんかね非常にこう例え話しちゃまずいですけど、結局そのあのキム・ジョンウンっていう人はなんかあの、俺は強いんだ強いんだってことを言いたくて言いたくてしょうがないわけ、うん、でなんかあのこうやってとにかく日本もアメリカも全部射程に入れたぞっていう、うん、そういうことを言いたくてしょうがない。で今まで本当にあのなんていうの小さい国だから無視されてきたし馬鹿にされてきたっていう思いがあって、今みんなざまみろ世界は俺を無視できなくなっただろうって言いたくてしょうがないんだと思うんだよね。それに対して真正面から向き合うかなアメリカはって気は僕はすごいするんだけど、うん、どうでもまあやっぱトランプだから怖いっていうのがありますよね。だから唯一なんかそれはそれであれですけど、その国防長官がねあのマティスが一応軍人なのでやっぱりあの現実をよく分かってますよね、うん、だからなんか今なんかマティスになんとか防波堤になってほしいみたいなね、うん、なんかそういう状態ですよね、うん、まあこの人は軍人としても非常にあの強気の人で、まあ一部では最初の頃ね強権マティスって言われたんだけど、実は非常にあの本が大好きでもう何万冊という図書を持ってたくさん読んでて、哲学的にもその戦争論ということをきっちり分かってる人だって、最近なんかみんなあのしょうがなくてって言い方もおかしいけど、なんかみんなが偉く見えてきますね。そう、もうマティスなんとかポワティになってくれよみたいな。だけどあの確かにあのグアムの周辺にこう4発撃つって言ってますけども、うん、もし落ちればなんかやりかねないですよねトランプだと。そりゃそうでしょう、うん、だからこれが的なのが怖いですね、うん、本気でやってんならそういうことだし、じゃなくてあくまでもその安倍政権のためにトランプが発言してるんならまた違うでしょうけどね、うん、でも安倍政権のことを考えてトランプが何かやってるっていうふうには僕はとても見えないんですよ。安倍政権のためにというよりは安倍政権を立てとけば戦争手伝ってくれるしね、これからこんな便利なやつはいないですからいつまでもやってほしいんだとは思いますよ、うん、だけどあのまあ僕はねその核抑止力っていう言い方よくしますけど、こんな核抑止力論が破綻してるケースはないと思うんですよ、うんうん、で抑止だ抑止だって言いながらどんどん2つでこういっちゃって、うんうん、全然抑止になってないじゃないですか、強化されるばっかりで核強化の話になってて、じゃあ核抑止論っていうのはどこ行ったんだって誰も言わなくなっちゃったでしょ核抑止論。だそういう意味ではまああの旧態依然っていうか古いところに今戻ってるような気がするんですね、うん、でも一方で今聞きながら思ったんですが、金正恩はまあ言ってみれば賛成の政治家ですよね。なんかこう考え方がどんどん浅くなってきているというか歴史をきちんとどこまで見ているんだろうかと、おじいさんあたりは、うん、あのやっぱり平和協定を、うん、休戦中の朝鮮戦争をちゃんと、終戦にしようと平和協定結びましょうということも、まあ、その真意はどうかは別としても、うん、まあ、言っていたということで、それをやっぱり日本としては思い出させなきゃいけないんじゃないかというようなことも思いますし、かたやアメリカのトランプ大統領は政治経験なくて、まあ、ビジネスの感覚でディールだっていうことでやってるわけですから、で それを見るとやっぱり日本が果たすべきことを役割っていうのをなんか果たすべき、ベタな外交でいいので、そのちゃんと話をしましょうよっていうことを両者に言っていくっていうことが大事じゃないかなと。本当にね、その核の問題を考えた場合に日本はもう外交しか生きる道ないわけだから、うん、どうしてそこへねそのアメリカべったりで全部アメリカの言いなりっていうふうになるのかちょっと僕には分かりませんけどね、うん、それしかやってこなかったから多分それしか能がないんだと思います、うん、外務省がやっぱりあのいつですかね賛成、政治家賛成っていう言い方は今正野さんしましたけど、正野さんの言う通り安倍もそういう考えてみれば賛成なんですよね、うん、だからだんだんその政治家としても年を経るごとに代が変わるごとに劣化していくのかなって気がする、うん、まあ3代目で通信社潰すって言いますけどね、まあ、国は潰さないでほしいですね、うん、言いますね。でいつの間にかこうやってですね
知らない我々が本当知らない間にアメリカ軍の航空機と自衛隊の航空機が一緒に共同訓練を始めてんですよ、うん、こんなことも私たちには何も知らせられない。でこれは実は在日米軍司令官司令部の、ホームページに載ってるんだ、うん、横田ですね。そうですね、うん、だからなんかね日本がいつの間にかどんどんこういう軍事的な面でも、うん、そのアメリカにこう囲い込まれていって、うん、2005年に決まった在日米軍再編計画の中ですでに物理的にね横田基地の中に自衛隊入ってるんですよね、うん、航空自衛隊の航空総隊本部っていう、はいはい、戦闘機と高射砲の部隊は。で他でも横須賀でも座間でもみんなそうですからもう両者は同じものなんですね、うん、もう随分いろんな保守政治家に聞かされたけど斉藤さんはどうして米軍と自衛隊は別のものだって分けて考えるのって両方は両者は同じものなんだよもうこれは当たり前のように言ってましたからね、うん、なんかねそういうふうに私たちそのいわゆる国民が知らない間にどんどんそういう軍事的な共同関係が、うん、どんどん大きくなってっていつの間にっていうふうに考えた時に戦争に巻き込まれるって、うん、だ今は9条第2項だけが歯止めですよ、うん、これなくなったら自民党の憲法改正草案もそうだけどもそもそもだって部隊一緒なんだから、うん、これは一緒に戦争しない方が不自然だってことになりますね。やっぱり沖縄なんかね行ってみるとよくわかるんですけど、まあ、本当に基地だらけでしょ、うん、でもしそうなったら狙われますよ明らかにね。だって本土狙うより沖縄狙った方が楽です、うん、っていうようなことをやっぱり考えざるを得ない、はい、話ですよね。こんだけもうとにかく日本中にこんだけあるわけですからね。しかもこの沖縄です。こんだけあるんですよ。まあ今嘉手納とそれから岩国ですね、うん、ここが一番もう、はいはい、どんどん増強されてますけどこういう中でどうなっていくのかちょっと不安が、まあ、戦争にならないだろうということは分かりますけどなんかでもかなっていうやや不安が最近ちょっとね積もってますね、うん、トランプが相手っていうところが怖いです。まあ本当にないですか分かんないからね、うん。じゃあ最後なんですけど、ちょっとねこの番組では原発に関してあんまり触れてなかったんで今日はちょっとね、原発の話をさせてもらいたいなと思うんですけど、まあエネルギー問題と、まあ、福島のがんが非常に増加してるって話はずっと言われ続けてきてるんですけどさっき浅野さんからご紹介がありましたように経産省のその、エネルギーの審査会が始まりましたよね。でここでさっき言いましたようにそのほとんど原発賛成派が占めてしまったというでそういう中で一体どうするんだということがこれからね日本のエネルギー政策ここが一応そのなんて方針を決めるわけでしょうからそうなった場合にどうなっていくのかちょっと僕は不安をまたねせっかくそのもう原発はあんな大きな事故を被った日本がやっぱり率先して廃絶に持っていく廃炉に持っていくべきだったのがいつの間にかねまた同じようなことをやろうとしているということでしかもそのあの事故の中でたくさんの人たちが被爆したわけでそれをそのもう何もなかったんだっていうふうにねなんとかその、おしまいにしたいと。つまり安倍じゃないけどもう全部終わったんだという言い方をしたいがためにとにかく、増えているそのがんというものをあれは原発事故由来ではないというような言い方でなんとかこう隠そうとしているようにしか見えないんですけど正野さんはずっとそこを追い続けていらっしゃるわけでちょっとその辺の、まあ、ルポールというか、はい、お話を聞いたいんですけど、はい、甲状腺がんっていうのはチェルノブイリ原発の事故の時に、まあ、増えたという、うん、子どもの甲状腺がんが増えたっていうことで、うん、まあ、それが唯一その被爆による影響であるということが証明できたものだったんですよね。なので福島第一原発が、
事故を起こした時に、甲状腺がんが起きるのではないかということで、福島県という、まあ、本当は県境外にも影響は、放射性物質は飛んだはずなんですが、まあ、とりあえず福島県の中に住んでいる子どもたち18歳以下の子を対象にして、まあ、検査が始まったわけですよね。で1巡目2巡目3巡目と今は3巡目になったんですけれども、うん、1巡目の時にまず言われたのは一斉に検査をしたから今までその自覚症状が、なかったものが、うん、こう検出できたしてしまったんだということで、スクリーニング効果という言い回しで、事故の影響ではないっていうことを言ってたんですね。それまではあったんだけども、はい、見つからなかったの、はい、だから事故前からのものが見つかっただけであって、うん、事故とは関係ないとではないと、うん、で彼らがいろんな根拠をその1巡目の時にしたんですけども、それは例えばチェルノブイリ原発の事故の時に比べて被爆の線量が低いというようなことも言ってたんですけども、うん、これも全くおかしな話で、ちゃんと検査を実はしなくてほとんどデータがないっていうのが、まあ、実態で、それから甲状腺がんはゆっくりと穏やかに成長するもので、潜伏期間が、最低でも 4,5 年だから、うん、だからこの1巡目に見つかっているものっていうのは、うん、被爆の影響ではないっていうことを言ってたんですね。でもう一つ言ってたのが、チェルノブイリ の時には5歳以下の子どもの甲状腺がんが増えたっていうことを言ってたんですね。でも今言った全てがこの2巡目3巡目になって否定されて いるんですね。例えば、1巡目に検査をして A 判定、つまり問題なしとされた子がその次の、1年後それから2年後ぐらいに、まあ、がんまたはがん疑いという判定を受けてしまったり、つまりゆっくり成長するとかがんが大きくなるとか潜伏期間がっていうのが 4,5 年だっていうのは、まあ、いわば嘘だったっていうか、それは知らなかったことが今回明らかになったっていうこと、それから5歳以下の発症がないって言われてたのが、実はチェルノブイリでもしっかりと見てみると最初は10代の子が多くて 4,5 年目からその5歳以下っていうのが現れてきた、うん、でそれと同じようなことが福島でも起きていて、去年初めて5歳の子供の、甲状腺が見つかって、事故当時4歳だったっていう、事故当時5歳だった子が見つかったんですね、うんうん、去年で今年3月になって今度は4歳児が見つかったんですが、その4歳児が見つかったことで、新たな事実が発覚して、それは何かというと、4歳児はどうやって見つかったかというと、 NPO 法人 3.11 甲状腺がん子ども基金といって、まあ、市民団体が集めたお金で、まあ、一口10万円で、まあ、医療手術したご家庭に支援しましょうっていうことをやっていて、そこで取ってきたデータが4歳児がいて、なんだこれはということになって、この子は県の甲状腺検査を受けていたのにもかかわらず、この4歳という数字は今まで上がってきてない、うん、一体どういうことなんでしょうかっていうことを聞いたらば、実はそのちょっとこの図で見ていただいた方がいいと思うんですが、これ見えますかね。まず一次検査を受けて問題なければ A 判定で、問題があって例えばしこり結束、結節であるとか嚢胞とかがあれば、まあ、二次検査に行って、そして手術をしてようやく分かると。でそれがこの、6年5ヶ月ですか、今までに192名ががんまたは、疑いということで出てきているんですけど、実はこの4歳児の子はここには含まれず、じゃあどこに含まれているのかといったらば、実は、この二次検査で経過観察というカテゴリーがあって、うんうん、その経過観察となってしまうと今度は保険、適用ということで普通の診療に回ってしまい、それが、2152人最大いるんですけれども、うん、その一人であるということが分かって、じゃあ、この人たちはみんなが経過観察で、まあ、がんになるわけではなくて、この次回の検査2巡目3巡目に行った可能性はあるんですけれども、うん、それにしても最大限って言ってみれば、うん、まあ、2000人規模の人が経過観察ということで、
あの発症数が、うん、まあ、いわば明らかにされてなかった、はっきり言ってしまえば、まあ、隠蔽されていたんではないかという疑いが、うん、まあ、出てきた。その人たちはもしがんだって分かっても県はそれを把握できないと思いますね、はい。ただし福島県立医大が手術をしていますので、福島県立医大はその情報を持っています。でそれをこの前あの3月あ6月ですね失礼しました6月に、県の検討委員会が行われた時に明らかにすべきではないかという意見が出ていたんですが、そのことすらですね、先延ばしにしてしまって、明らかにしろという命令が県立医大に行っていない状態なんです。あの星座長っていう人ですよね、確かそれを一生懸命、ね、はい、ただなんでで、ね、なんでそんなに僕は隠すのかがよくわからないんですよ。都合が悪いんでしょうね。誰にとって都合が悪い、わかりませんあのでもそれは広島長崎原発の時からも根が深い問題で、うん、例えば米軍が、まあ、殺人兵器としての調査をしたわけですから、うん、あの過小評価したわけですよ。爆心地から 2.5 キロまでが被爆者であって、うん、その他今は20キロとか30キロとか福島県全体っていうふうに言ってるわけですから、原爆の時の影響は 2.5 で収まるはずもなく、うん、でもその比較評価したのは 2.5 キロ内の人とその外っていうことで比較してるので、まあ、最初 の, あの影響が、広島長崎の原爆の時は ABCC っていうね、うん、アメリカ の, その、まあ、調査機関が来て、うん、結局これは調査だけで、治療は一切行わないという非常にひどい うん、あれだったんですけど、そういう同じようなその、流れっていうのがどうもね、僕は福島にもつながってるんじゃないかって気がするんですよね。結果的にこの7年目にしてそれがまあ明らかになってしまったということだと思います、うん、真剣に検査をやって結果を公表し、それが議論されていたはずなのに、うん、あのいきなりその実はブラックボックスで2000人が入ってたっていうこと で、ね、うん、あの多く の, その検討委員の人もですね、こんなことでは事実さえないのでは議論にならないっていうような激しい言葉とか、うん、これではこあの論文が発表できないということを言い始める人もいるんですが、うん、もう一番怒っているのは親御さんであり子供たち、子供を持ってる親は、ね、はい、心配ですもんね。だけどこれ一切そのまだこれからも隠蔽しようとし続けるわけですよね。公表するという方針を立てていませんので、うん、そこは一刻も早くなされるべきだと思います、うん、これはあの結局僕はその原発原子力村原発業界みたいなところがある種のやっぱり圧力っていうか、影響力を行使してるんじゃないかと。でそれはやっぱりその今のアベノミクスっていうのと完全にこう密接にねつながってるんじゃないかって気がするんですけど、ね、だからそれ多分いろんな要素があって、あのもう事故の前はずっと経産省は原子力立国っていう言い方をしてたんですよね、うん、でまあそういうふうな看板は今あんまり言わないけども、今は今でインフラシステム輸出が国策ですから、うん、その中核が原発輸出なんですよね、うん、であの世界中がどんどんこう撤退している中で、だからこそこう儲かると、うん、であの発展途上国の中にはやりたいところいっぱいありますから、そういうところに売っていくって、それを国のビジネスとして展開するので、うん、そのためには国内も動かしたいと、自分のところは危ないから動かさないっていうのに、売れないよそで買ってくれませんからね、うん、だからそういうことだとか、まあ、アメリカなんかとの、まあ、圧力というのか、そのいわば分担の考え方があるんだと思います、うん、でもそれが破綻したっていうのは東芝の例を見るとよくわかると思うんですね、うん、東芝がなんであの破綻したかって言ったら、これはやっぱりウェスティングハウスで、ね、うん、あのアメリカの原発メーカーとの、まあ、ある種のなんていうのナーナーが、うん、結局あののれん台という形で数千億かけて買ったものが全くのれん台としては役立たなかったということ でどんどん今アメリカでもその、原発 の, その新しい原発はこう廃止というか中止に追い込まれているわけですよね、うん、でまだこれから東芝に対しては負担金がかかってくるはずですから、はい、でこれは、まあ、いろんなところで取材すると分かりますけど、日本の原発メーカーもみんな辞めたがってるんですね、実はね、うん、
もうそろそろこれやめないと経営的にその本体に影響してくるわけですから、うん、ということで、まあ、あとその原発ということに関して言えば、そのさっき の, その経産省が始めた 部会がもうほとんどその推進派に占められてしまったということもあって、うん、まあそれでもなおかつ政府は原発推進の旗を下ろさないっていうね、うん、だまあそういうところにこの風逆風の中で電気自動車なんかがまあ追い風になるだろうという考え方ですね、うん、あの電力業界の業界誌に電気新聞というのがあるんですけど、はい、ここが今年の春以降あの東京電力の社長会長変わりましたでしょ、うん、で社長は新社長はあの電気自動車の需要がこれからあるんだと言っていい、あの会長は日立の相談役です、川村さんというね、はい、あの経団連の副会長までやった人ですが、この人はあの結局その事故のことさえ考えなければやっぱり経済性があるんだと、それ考えなくてどうするかと思うんですが、全然おかしいですよね、ですから、まあ、電気自動車になればあの原発じゃなきゃ火力発電ということになると、あの排気ガスとあの火力発電所の CO2 とどっちが多いかよくわからないという、で何のためのエコだって話ですから、あのじゃあ原発だという議論に必ずなるんですよね。この間 の, あのトヨタとマツダの資本提携の時、ヨーロッパではもう2040年までにイギリスとフランスがガソリン車ディーゼル車をもう売るなということを決めたって騒がれましたけど、うん、あの実際に EU の、研究機関では2050年に仮に電気自動車のシェアが 80% になったとすると、新しい原発を、それも世界最大級の原発を新たに50基新設しなければ賄えないと、うん、こういう試算も発表してるんですよ。だからなんかこうなんていうのかね、こう玉突きのように、うん、いきなり原発増やすというふうなふうには言わないけど、これで必要だからそう、電気自動車でエコだからっていうことで、うん、じゃあ原発だという、こういうロジックというか詰め将棋みたいな流れが今できていると思います。ただいわゆる自然エネルギーっていうのがどんどん今増えていますから、例えば日本なんかで言っても毎年その原発何基分の増加が見込まれてるわけですよね。だから世界中それがどんどん広がってるし、まあイギリスのどっかの研究所のあれによると、まあ自然エネルギーの、コストが半分以下になるんじゃないかとしばらくした、うん、となると原発そのものがもう必要なくなるっていうことも言えるわけですね。まあね、ただ自然エネルギーもむやみに進めるのはちょっとやっぱ危険だと思っていて、うん、っていうのはやっぱりその原子力だとか火力に比べて不安定だということになってますから、うん、スマートメーターが、うん、スマートグリッドが必須だと。そうすると一個一個の家庭だとかオフィスでどういう電気製品をいつ何時にどれだけ使ったっていうのは全部こう分かっちゃうわけですよね。でそこにマイナンバーとかを絡めれば、そっちか人の生活が全部こう覗けるとなるほど、ね、これもまた監視社会の道行きを必然的に招きかねないとか、あと分かっちゃったらそれをやっぱり分かっちゃったんだからそれを利用しない手はないねっていうことでそこに広告が入るとかね、お宅の冷蔵庫古いねと、で今はこんなに電気効率のいい新しい冷蔵庫を買ってくださいみたいな、だからまあこれもそういうのを警戒しながら進めなきゃいけないと思ってます、うん、はい。まあその辺いくら話してもね、こう結論の出る話じゃないんですけども、うん、まあ、また次に、僕は原発に割とこだわりたいので、また同じメンバーで原発の話をぜひしていただきたいと思います。まあということで一応今日のテーマはこれで終わります。でまあ、番組のお知らせです。私たちがやってるその、デモクラシータイムスではこういうその、新しくリリースしてます。日刊現代週末号もこれがリリースされました。それから早野徹さん、平野貞夫さん、鈴木哲夫さんの、まあ政界裏話御三家っていう人たちが、永田町風雲録っていうのをやってますけども、これはまあ日野原さんの話とか安倍内閣改造内閣の祭典とか、まあここでやったさっきの、ね、北の海サイドの話とか、これは、間もなく、これはもうリリースされました。いつでも
YouTube で見られますので、デモクラシータイムズ YouTube というところからぜひご覧になってください。もちろん今のところ無料です。から、まあ、次にもうじきやられるのは還元だ、これは毎週やってますので次はまた出ます。ただ池田佳代子さんの100人の仕事人というのが川崎さん、これはあの、核兵器禁止条約の、まあ、日本側の立役者みたいな方なので、うん、この人からぜひいろんなお話を聞きたいということでやっていろいろあのよくやってるなと思うんですよあの俺、自分のことをね、自分たちのことを言うのは何なんですけど、で、これは最初にも出ましたけども、そのためにはある種の、資金繰りが必要なので本当に、しみじみとやってますので、ぜひあのサポーターになって、乾杯をお願いしたいというところで今日の、ウィークエンドニュースはこの辺にしたいと思います。どうも今日ありがとうございました。ありがとうございました。